はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ美咲の部屋第3回です。第3回です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はターバンアレンジをちょっとやってもらいました。セルフでできる、はい、今日のポイントはどんな感じですか？今日のポイントは、ターバンがずれない、おう、ピンの止め方が苦手な人もできる、はい、がポイントです。ほら、いいですね、はい、まあでもあのターバンやっぱつけた時に結構、まあ、アレンジやった時にこう結構ずれたりするんですけど、まあ、この方法だと本当にずれにくいですし、でピンの止め方も結構なんか皆さんこういろんなとこ止めるんですけど、これ今回のやつがゴムにつけるんだな。そうです。ゴムにつけてこうピンを刺すことによって結構簡単に髪の毛が量の多い方でも止まりやすくなってますので、いつもちょっとそういうアレンジのお悩みの方、よかったらこの動画でやってみてください。はい、はい、行きましょうか動画。はい、はい、ではそれでは動画をどうぞ。Nドットのお色をつけていきます。毛先を中心に全体的にまんべんなくつけていきます。結んだ後からターバンをつけるのが難しいので、最初に首にかけておきます。次に後頭部あたりでまとめてゴムで結んでいきます。真ん中に空洞を開けてくるりんぱをやっていきます。ゴムから通してあげると簡単にできやすいです。次にターバンを毛先の上に持ってきて、そのまま上につけていきます。次に遅れ毛を下ろしていきます。顔周りの遅れ毛をだいたい3ミリ束ぐらい、3ミリ束ぐらいで下ろしていきます。次にトップの部分をボリュームを出していきます。指で掴んで広げるような感じで出していきます。でくるりんぱの横の際の部分ですね、この辺の部分も少しだけボリュームを出しておきます。束感的にはだいたい3ミリ束ぐらいで出すとバランスが綺麗かなと思います。毛先の部分を中間部分ぐらいでゴムを結んでいきます。こんな感じになってます。次に毛先の部分をくるりんぱの中に入れ込んでいきます。ゴムの部分から中にしまい込んで、毛先も中に入れていきます。次にピンをゴムの中に差し込んでいきます。そのまま頭皮にピンを当てて、ピンを上に立てて下に差し込んでいきます。顔周りをコテで巻いていきます。毛束を取って中間からコテを入れて、外巻きに1回転だけさせて毛先を毛先に滑らせます。それを遅れ毛全体やっていきます。で最後にターバンの横から髪の毛が出てた方が可愛いですので、全体的に髪の毛を広げてバランスを整えていって、こんな感じで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。ターバンが結構ずれない感じになってて、簡単にまとめれるアレンジになってます。
髪の毛が多い方でもバッチリ決まりますので、よかったら参考にしてみてください。今日も見ていただいてありがとうございました。概要欄に LINE も貼ってありますので、コメントよかったらどしどし待ってますまた来週もやりますので見てください。さよなら。